進んでいきよんねん。でまたドンバンと叩いて、ね、カンカンって2ラウンド目ね、また山崎優勢や、うん、ポイントで言うたらだいぶ開いてんねん。で3ラウンドバーン見て、で3ラウンドもバーン行きよんねん。でポイント勝ってんねん。これはこのままいったら、ね、勝てると勝てると、うん、ね、うん、でもう出よう思ってあと1ラウンド、うん、で終わりやねんけど、うん、これを見てたら間に合わんってなったんです。もう、ま、その時点ではまだ、新幹線で帰る、そう帰るんだったら今出なあかんって言ってね、もう新幹線で帰ろうと、うんうん、もう見れたと、うん、でこれで勝ちやろうと、うん、で山崎のすごいとこも見て思うとこもいっぱいあったし、心も打たれたし思って、うん、帰ろう思って、ほんで雨降ってる日やってん東京が、うん、ブワー降りて行ってん後楽園ホールな。これもあんねん、いろんな話が息し分からんかって、はい、女の人にそんなとこ教えられたりとか、そんな話は全て4月27、28のどっちかに多分すると思いますね。でもそこでね、一瞬雨降りながらタクシー通れへんねや、ほんでギリギリやんか、ほんでバーッとやっと一台捕まって、うん、すんまへん言って、東京駅新幹線乗りたいから急いでます言うて、うん、最初が9時20分やからでわー言うて、ほんでバー進み出してね、うん、で僕やらしいよ、やらしいけど大阪ではそんなことせへんけど、東京行ったらねナビに入れんねん。ナビっていうアプリがあるね。で自分の GPS で自分の居る場所がまず判明して、はい、で行き先を入れたら経路が出んねん、うん、あ、ここ行ったらいいよっていうね、うんうんうん、その経路ずっと見てんねん、うん、騙されへんように遠回りされへんように、うん、でわこれでやばいんちゃう、全然間に合えへん時間やってん、そのナビで見たら、うんうん、うわこれシャレならんぞ言うて、うんうん、バスで帰る、それか、うん、泊まって明日朝一、いやその仕事どっちでやろう、うん、わーどうしようってなった、うん、最後の話は4月27、28、うん、そこ目標にして喋ってるもしかしていや、に喋りたいなって。あ、そうなんだ。ただ今日言いたかったことは、はい、やっぱり人間って変われんねんな思って、はい、好きなものができて、うん、好きなものに対してほんまそんなことするやつちゃうかったんですよ、うん、ポワーンとしててもう気も優しいし、今も優しいですよ、うん、気も優しいし、そんな闘志みたいなね、相手に向かっていく闘志なんか1ミリも見せれんかったやつが、その好きなボクシングと出会ってそうやって変わってるっていう時に、僕それ見ててなんかもう42にもなってね、性格も変わらへんし、もうこのまま行くしかないかって思ってた自分が、なんかちょっとあ、山崎を見てなんか変われるんじゃないかなと思ったという、いいお話をしたかったんです。いいですね、はい、ただその後のさあどうなったかは、そのまあ27、28どっちかにそれ、あ、ちなみに、うん、27、28のそのおしゃべりのライブの後に行けない方もいらっしゃいます、ね、まあまあそれはね、お仕事とか、それはその後にこの番組でじゃあお話しさせていただけるんですよね。それはしゃべります。それはホッとしました。それはしゃべります。それはあ、どうしよう、 DVD になるかもしれないんで、そうです、そうです、あのまあそれはね、うん、あとほんまに面白いオチなのか、はい、大したオチじゃないからこうやってごまかしてるかそれは皆さんに、考えていただいて、でも本当にあのまた今度山崎の試合があったりして、うん、大阪もし凱旋とかあったら、ね、ちょっとみんな見に行っていただきたいなという、はい、勇気をもらえるという、そんな今週のちょっとええ感じでした。What time is it now? 違います。What time? What time? いやだから What time です。What time? 違う What time です。兵藤来希の What ええ感じ、1008 ABC ラジオがお送りしています。桂本雅美です。もっと美味しく美しくの日本盛りから。植物生まれの酵素のご紹介です。日本酒造りの発酵技術を生かし、100種類の野菜や果物を2年間熟成発酵、快適な毎日です。野菜嫌いの私にぴったりなど喜びの声も届いております。今なら植物生まれの酵素およそ1ヶ月分通常価格2100円のところ、なんと 30% 割引の1470円、送料は無料。今すぐ0120-377-378 0120-377-378 まで。瀬野和夫です。メロンパンサンドの季節がやってきました。山崎パン大阪第二工場の下田です。おすすめはカスタード、ホイップクリームが加わってふわふわのパンにぴったり。何個でもいけるで。ふわふわメロンパンサンド、カスタード&ホイップ。山崎ホットブラザーズ、熊
崎歯科は富田林の歯医者さん、電話0721-248211。今日ちょっと歯痛い。365日年中無休、医療法人稲穂会。富田崎歯科。ほわっときれい通信、このコーナーは資生堂がお送りします。肌のくすみは心のくすみ、磨けば人生花開く。さてさて、ほわっときれい通信のお時間がやってまいりました。これ何ですか、新コーナーですか。はい、肌のくすみは心のくすみ、磨けば人生花開く。そんなマッサージしてるおっちゃんいませんでした、昔。そんなこと言うと気圧の心は親心みたいな。綺麗通信でございます。あれ、先週までコンビニ情報をお伝えしていた小泉エリノミストさんに代わりまして、はい、今週からは私が美容にまつわるとっておきの最新情報をご紹介してまいります。皆さんはじめまして、私がほわーっと専属ビューティーアドバイザーの小泉美容子と申します。よろしくお願いいたします。もう今回から美容子として生きていくんですね。美容子だからもうブレないでくださいよ。はじめまして。はじめましてでいいんですね。はい、もう別に吉本興業のマジシャンで、はい、ね、ここ一番ウサギ出してウサギの色変わるマジックしてる小泉エリちゃんではないということでいいんですね。あのね、名前と声がよく似てると言われてね、ほんで二人で困るわねと話をするんですけれども、じゃあエリちゃんではないと、美代子さん、美代子と申します、はいはいはい、あの世界を股にかけるビューティーアドバイザーの小泉美代子です、うん、おいいですね。美しいの美に、太平洋のように子供の子で美代子でございます。なるほど、わかりました。そこは美容のようじゃないという太平洋のようでございます。美しい美容、太平洋のような、はい、こう澄んだ綺麗な海のように、はい、そして子供の頃のような肌に戻るてなもんですか。もちろんです。よくわかりましたね、大輝くん。素晴らしいですね、はい、さあ、その世界を股にかける美代子さんが、はい、これから毎週美容にまつわる情報を伝えてくれるんですか。そうなんです。女性の皆さんはもちろんなんですけれども、うん、男性の皆さんにとっても今やスキンケアなどは当たり前の時代になってるんです。そうやね、あのおっさんやから言うて、はい、ほったらかしにしとったら、はい、えらい目に遭う時代になってきたんですよ。うんうん、だって眉毛も今綺麗にしなあかん時代でしょ。そうですよ、今みたいに、うん、あのおじいちゃんあんなとちこうてたんやみたいな、はい、もう眉毛しててあかんでしょ。もう草木ぼうぼうみたいな、あんなとこ終わったんやみたいな、あの土地みたいな僕眉毛してるじゃないですか。ぼうぼうですよね。ぼうぼうやんか。はい、だからこういうのも気ぃつかなあかんということは、はい、やっぱお肌。はい、あれね、僕ね、ハイフルさん名言やな思ってんけど、なんていうの、若返りって無理やんか、人間年を若返らすっていうのは、はい、ね、今から8歳に戻れるのは無理やけど、はい、やっぱりこの衰えてくるの進行をゆっくりさすことはできるやんか、はい、ほんでまた見せることもやっぱ綺麗な嫁さんが綺麗かったらご主人テンション上がる、はい、ね、そういうのはやっぱり大事だと思いますから ね逆に男性もやっぱりきちっとしてる方の方が、あ、中身もきちっとしてはんのかなって女性は思いますからね。ちょっと美代子先生におっさんも学ばせていただいていいですか。もちろんですよ。今日は記念すべき1回目なんですけれども、うん、もうね、美容業界で今話題になっているキーワード、女性にとってはドキッとしてしまう夕方別人現象についてご紹介したいと思います。これはね、おっさんはちょっとわからないんですよ。それどう、宇野さんわかります？ピンときます？きますよ。夕方別人みたいになるってことでしょ。そういうことです。お化粧が崩れるんです。俺はっきり言いますと、それが分かれへんね、おっさんはな。お化粧で一回カチャってやったら、はい、もう夜までそのままじゃないの？と思うでしょ、うん、崩れる崩れる。ほとんどの方がランチタイムに直してはるんですよ。はあ、なるほど。だからランチ後のトイレはもう大混雑です。ここもそうです、 ABC もそうですけど、宇野さんもやっぱりその辺を直したりっていう気遣いっていうのをやっぱやれはるんですか？そうですね、はい、やっぱり女性はそういうものなんや。だから常にメイク道具はお直し道具として持ってはるんですよ。なるほど、皆さん。ほうほう。いやでもね、鏡で、うん、朝見た顔と夕方見た顔全く別人っていう方も多いんじゃないでしょうか。いやこれね、あのもう年齢をいけばいくほど、はい、その差が分かってきますよ。
朝ピタッとこうするでしょ、いける、今日も完璧、頑張ろうって言って家出て、で昼過ぎて、あ、しまった直してないわって言って鏡見た時にうぎゃってなりますもん。やっぱり年取ると崩れる速度も速くなるってこと。早いです。そうですね。30ぐらいですかね、私は30超えたぐらいで。あ、これおっさん聞いてても勉強なるわ。知らんもんね。だからちょっとでも長持ちさせたいの、はいはいはい、でこういう風に仕事をね、このお昼に例えばこうやって喋ってたりすると、うん、その時間は全くお化粧直してのできないでしょ、はい、そうするとあっという間にその時間が経っていくから。そうです、もう今崩れてますもんね。ひどいこと言うな。最初からやそれはもう。そうですよ、形のもの、形は置いといて崩れてません、はい、そうだからあの崩れてることも自分自身分かってないことも多いんですよ。そんなもんなん。トイレ行ってうわ崩れてるってなる時も多いんです。妙にテカってるとかね、はい、女性にしたらすごい重大事故ですよね、これは。そういうことですよ、うん、で私もどうしようかな、これどうしようかな、どうしたらいいんやろうと思ってずっと気になってたんですけれども、うん、いい情報がある。実は、うん、時を同じくしましてね、うんうん、偶然にもあの資生堂さんが、うん、この夕方別人現象についてのアンケートを実施されてたんですよ、うん、それで驚きの結果発表されてるんです。何、うん、あのねやっぱりね、さすがは資生堂さんやなと思ったんですよ、うん、アンケート結果なんですが、うん、朝と夕方で見た目の年齢が何歳老けますかという質問に対して、うん、女性が答えた平均は、うん、プラス 4.4 歳老けると。え、あ、そう、はい、そんなに老ける。オリンピック1回やね。そうやね、そうですね、そういうことですね、せやね、はい、で同じように男性にね、同僚女性の見た目の年齢は朝と夕方で何歳違うでしょうと聞かれまして、なんと平均5歳という結果が出たんです。ああ、そうか、はい、職場がずっと時間が一緒やったら、はい、それはそれで分かってくんねや。そうです、俺はサラリーマンの方ちゃうから、はい、いつも会うのは一瞬一瞬やから分からんだけで、うん、はい、ずっと同じとこで仕事してたらあれ5歳だいぶ変わりあったって何年や。そうなんです、だから女性が自覚している年齢以上に男性の方が5歳、 4.4 歳と5歳という違いですよ。いや、これはでかいよ。でかいでしょ。でね、仕事をやっぱり朝行った時は仕事始めだから、うん、まずね、はい、あのパリッとしてても、うん、やっぱりうわーって仕事追われてたり、まあまあ、女性の方もしたら、うん、それもストレスになってくるし、うん、化粧落ちてくるし、うん、それで2倍速で落ちていくんじゃないですか。そうなんですよ。大変やな女性ってね、はい、ではなんで夕方に老けて見えるんでしょうかってことですよ、うんうん、これはね、常に外気にさらされているお肌が、うん、室内では冷暖房による乾燥や温度差で一歩外へ出れば一日中降り注ぐ紫外線を浴びますよね、うん、でさらにホコリとか排気ガス、汚れた空気によってダメージを受けているからなんです。わかるわ、だって外出ただけで、はい、肌のなんかこう触った時のなんか違うもん、質感がやっぱちゃうねや、うん、違う違う、ザラッとしたりとか、うん、男なんかあんまそんなせえへんから、そんな触ってせえへんけど、うん、やっぱちゃうねやろな、うん、女の子なんか敏感なんやな、うん、そうなんです、うん、でね、そんな外側からの刺激がお肌の内部にも悪影響を与えまして、うん、くすみとか乾燥といった表面だけのトラブルだけではなくて、たるみで張りのなさといった内部のトラブルの発生原因となっているっていうわけなんですよね、はあ、でならばね、朝にしっかりとスキンケアをすればいいんじゃないかってなるんですけれども、はい、ただでさえ忙しい平日の朝ですよ、うん、もう1分1秒が惜しいですよ。わかるわかる、でしょ、うん、で女性がね、スキンケアにかける時間の平均は約 6.6 分と言われております。うーん、でも皆さんそれよりも早く終わらせたいと思っているのが現状なんですよ。そりゃ朝の6分ってでかいよ。でかいです。それが5分になったらでかいし、4分ならでかいしなもんで。そうでしょ？僕なんか朝も顔はね、はい、中指両方に水つけて目をふっとこするだけですから。汚い。それ省略しすぎやね。省略。未来の顔の洗い方が。清潔な男性がいいんですよ。今日からします。資生堂さんの話聞いて。はい。で、美代子さんに操作していただきますよ。美代子が全部教えますから。はい、教えてください。さあ、そんな中ですね、実は朝は1分でも早く綺麗を叶えたい。そして仕事を終えた後も朝と別人になりたくないという女性の願いを見事に叶えまして、うん、今大ヒットを飛ばしている商品があるんです、うん、それがね、昨年2月に資生堂さんから発売されている美容乳液、うん、エリクシールシリーズから出ています、うん、その名もエリクシール
デイケアレボリューションでございます、うん、すごいいい名前でしょう。名前はいいですね。デイケアレボリューションですよ。革命ですね。どうです、内容もまたいいんでしょ。これね、何が革命なのかと言いますと、うん、朝化粧水の後につけるだけなんです、うん、これで乳液、そして日焼け止め、さらに化粧下地の効果も発揮してくれるんですよ。これ便利よ。はい、普通だったらですよ、うん、まあ、洗顔します、うん、化粧水塗ります、うん、乳液塗ります、はい、で化粧下地を塗ります、はい、でファンデーション塗るというね、そういう順序になっていくんです。何層も塗っていくんです、はい、そない塗るの。もう上に上に塗っていくんですよ。で今からの時期やったら、あ、日焼け止めも塗っとかなあかんなって言ってプラスしはる方も多いです。ほんなら部屋で言うたら、はい、カーペット、はい、ね、ストンチ行ってパッてめくったらリビングやったみたいな、はい、え、リビングもあんねやこの下みたいな、はい、なんかあんねや、何層も何層もあるんですよ。でやっとファンデーションが登場してくる。めっちゃ大変やん。めっちゃ時間かかるんです。でもこのデイケアレボリューションやったら、化粧水をつけて、うん、デイケアレボリューション塗ります、うん、はい、ファンデーション、うん、終わりです。便利でしょ。めっちゃ便利やん。そうなんですよ、乳液、日焼け止め、化粧下地が入ってますからね、うん、しかも日中には絶え間なく潤いを与えてくれまして、うん、同時に紫外線とか乾燥などの過酷な環境からお肌を守ってくれるんです、うん、だからね、だんだんと崩れていく一方なのに、うん、なぜか潤っていくんですよ、これを塗ってると。すごないそれ。すごいよ、レボリューションやんか。革命ですね。そうなんですよ、今崩れる時間帯なんですけど、私使ってますけど、いかがですか。つやっといつももっと目の下真っ黒けやし。いや、いつも正直に言ってもらえます。まあ、それあんまり言い過ぎたら、あんまり言い過ぎたらな、それ分かれへんが、初対面です、資本で。あ、そうか、美代子です。あ、美代子さん。いつも聞かんといてんじゃん、いつもって聞かんといて。でもほんまに、はい、潤い感で言うと、はい、しっとりしてるよね。見た感じわかるな、うん、あ、わかりますか、この辺とか、うん、私もだいたい12時にまず油取り紙を1回使うんですけれども。はいはい、はい、今日は使ってないです。これを使い出してから全然テカらなくなったんですよ。すごいしっとりしてるよね。でも潤ってるんですよ、うん、すげえな、この商品。そうでしょ、やるな、美代子。美代子すごいんです、うん、でこれはあれなの、はい、だいぶ売れてんの、やっぱり。あ、よく聞きましたね、うん、兵頭さん、うん、めっちゃ売れてるんです。どれぐらい売れてるの。なんと昨年の2月に発売しまして、うん、7ヶ月で120万本の売り上げを記録しました、うん、え、たった7ヶ月で。ない、ない。はい、7ヶ月。長崎の方とかはいはないっていうらしいな。噺家さんのネタではあるわ。7ヶ月で120万本です。すごい数ですよ、この短期間で。で、めっちゃ楽なんですよ。日焼け止めってなんかちょっとパサパサっとしたりする時あるんですけど、うんうん、そう、あるこれツルツルっとしてて伸びもいいですし、うん、でファンデーションになんか吸い付くみたいな。だから知らん方がこういう商品が知らん、出てる知らん方が多いだけで、うんうん、これみんな知ったら120万どころの騒ぎじゃなくなるよね。せやね、せやね、うん、うまやわ。すごいな、ほんまにいいですよ、うん、はい。というわけでですね、はい、これから毎週、うん、私美代子がこういう形で皆さんが美しさを保つための素敵な情報をお伝えしていきたいと思っているんですが、うん、せっかくなんで今日は、はい、お二人のお肌の診断をしてみたいと思います。そんなもできるの。できるの。もちろん。え、今してくれんの。もちろんですよ、専属ビューティーアドバイザー小泉美代子ですから。ではいきますよ。そんな、はいはい、1、2、3と か, なんか10万に10万にいろいろ、はい、順番に答えていけばいいの。はいかいいえでお答えください、はいはい、第1問、現在顔の肌トラブルで皮膚科に通院中ですか。いいえ、いいえ、いいえ、いいえ。第2問、はい、あなたの肌は現在敏感ですか。僕ね、こう見えても敏感なんですよ。そうなんですか、はい。どうやろう、私そんなにでもないな、はい、いいえ、いいえ、第3問、うん、あなたはテカりますか。テカります、テカります、テカりま す,、はい、テカりますよ、はい、あー、あ、残念ながらここでお時間となってしまいました。なんやこれ、え、何、ちょっと何もあんの、何もあんのこれ。実はこの後ハリウッド女優にアドバイスをしに行かないといけないもので、あ、でもご心配なく、実は今私がしようとしていたお肌の診断、なんと偶然にも
あの資生堂さんの私プラスというサイトで受けることができるんです。へえ、それはホームページなの？はい、そこしか入ったらいいの？インターネットの検索ページカタカナで私プラスと入力していただきまして、それですぐ見つけることができますのでね。開いてまうやろこれ、完璧に。ここまで途中まで気になる。もう一回言って、私私プラスとカタカナで入力してください。そこにね、ビューティーチェックというコーナーがありますので、はいはい、そこをクリックしていただきまして、うん、現在のお肌の状態とか美容意識、ライフスタイルなどの質問に答えるだけで、うん、最適な化粧品と毎日のお手入れ法を提案してくれますので、だからあなたにぴったり合ったものをね、教えてくれるんですよ。かえって嫁に言おう、まず今日この商品 やりますわ、これやってみる。だからこのホームページにこの商品のもの載ってんのかな。はい、あなたにぴったりのものをおすすめしておりますので。来週からいいです。来週から僕資生堂さんのホームページ見まくりますから。いやいや、あのビヨコがいろいろやれるもんね。いや、ビヨコもそれね、利用してましてね、それをぜひ教えたいと思います。そうですか。でちなみにね、これ24時間利用できますので、うん、ご夫婦でやってみるのも、ヨドさん、あ、ちょっとおすすめにね、おすすめです。いいね、はい、うんうん、ちなみにこの私プラスを利用しますと、他にもまだまだ便利なことがあるんですが、うん、それはまた別の機会にご紹介したいと思います。それではまた来週。以上、小泉美代子でした。ちょっと探すよ、本当に。忙しい朝は手早く綺麗を叶えたい、夕方までその綺麗を守りたい、そんなあなたのために資生堂エリクシールホワイト JK アレボリューション、朝化粧水油の1本、透明感と潤いが際立つ夕方余裕の美肌革命スキンケア、この出会いであなたの一日がきっと変わる。このコーナーは資生堂がお送りしました。餃子1日200万個餃子の王将。お隣のご主人素敵ね。うん、スベンソン式増毛法にしたんですって。カツラみたいに外したりするのかな。24時間そのままでもいいの。へえ。子供と一緒にお風呂も入れるわよ。僕にも似合うかな。うん、今なら無料で試せるの。無料。あなたにはずっとかっこいいパパでいてほしいわ。よし、すぐ電話しよう。はい、家族も喜ぶスベンソン式増毛法であなたも素敵なヘアスタイルにしませんか。今なら無料モニター実施中。詳しい資料をお送りいたします。0120-156074 156074 15ムレナス、スベンソンです。ピーンとくる引っ越し。赤ポールミナス神戸2。この春ルミナスは楽しみがいっぱい。彼氏彼女をゲット、戦場婚活ルミコン、夢膨らむブライダル試食会、人生最大イベントはここでルミナスウェディング。春ランマンランチフェアもおすすめ。今すぐルミナス神戸で検索してね。車のある暮らしをもっとハッピーにしたいと思いませんか。実は車の保険料を年間1万円以上も安くできるかもしれないとっておきの情報があるんです。それは自動車保険をチューリッヒに変えること。ゴールド免許の方や30歳以上の方、また休日に乗ることが多い方、チューリッヒではそんな方のための割引がありますので、一人一人に合った保険料が計算されるんです。今の保険料より安いと驚く方が多いようですよ。私も安くなるの？と気になった方は今すぐ保険料をチェックしてみてください。簡単な質問に答えるだけでいくら節約できるかが10分ほどでわかります。お見積もりは無料です。今の保険証券をご準備の上お電話ください。お問い合わせは 0120-733-317 0120-733-317 チューリッヒまでどうぞ。兵道大輝のホワーとええ感じ 1008ABC ラジオあたりがお昼の12時ぐらいから多分ホワーとお届けしてると思うんですよね。それホワーとしすぎでしょう。総合経済
材メーカーの三和シャッターがお送りする ABC 交通情報です。交通情報センターの大内孝恵さん、こんにちは。こんにちは。お願いします。はい、お伝えします。高速道路の状況です。名神高速道路は大阪から名古屋方面に向かう上り線が茨城インターの先にある右ルートの天王山トンネルの入り口付近での事故の処理は終わりましたが、3キロ半の渋滞が残っています。名阪国道は天理方面に向かう西行きが五ヶ谷付近で工事のため走行車線が規制されていて2キロ渋滞しています。阪神高速道路の各路線に目立った渋滞はありません。大阪の一般道路の状況です。内環状線は江坂方面からの南行きが森口市の京阪本通り1丁目交差点にトラックが故障して止まっているため一番右側の車線が規制されていて1キロ渋滞しています。大阪高槻京都線は京都方面に向かう北行きが茨城市の中穂積で2キロ渋滞しています。以上、道路交通情報をお伝えしました。サンバシャッター。あ、サンバシャッターのコマーシャルね。それならサンバシャッターでしょ。いや、サンバシャッターじゃない。あなたの街で安全安心快適な暮らしをお届けする、サンバシャッター。あ、これか。総合建材メーカーのサンバシャッターがお送りした ABC 交通情報でした。医療保険に入りたいのにこの前の入院が理由で断られたとか、持病があるので諦めてる方いませんか？実は健康に不安のあるあなたも入りやすい保険があるんです。アフラックの医療保険、もっと優しいエバー。3つの告知項目に該当しなければお申し込みいただけます。今から入院や通院に備えられますよ。満30歳から満85歳まで入れて、保証は一生涯。なお、この保険はお引き受けの基準を緩やかにしていますので、その分通常の医療保険よりも保険料が割増されています。またご職業やご健康状態の程度によってはお引き受けできないこともあります。アフラックのもっと優しいエバー、資料のお問い合わせは 0120-155-410 募集代理店アフラック保険サービスまで。発表。バイク王の累計買取台数は100万台を突破。強さの秘密は自宅まで無料出張買取、納得査定。バイク売るなら100万台のバイク王。0120-50-8190。おお、バイク王。特攻野郎 ABC。何もや、うん、おらへんもん。ちょっとお便りが来ておりまして、リーダー駅に。何？堺市三原区の女性の方なんですけれども、リーダー駅のヒールっぷりが最近かなり空回りしている感じでいいですね。個人的には大好きです。これはどういう風にね、リーダー駅が通るか。空回った覚えがないからね。あら、それなのに空回ってるように思われるっていうのもね、まあ、個人的には大好きですよ。それはもうありがたい。好意的、好意的。もっとやってやる。もっと空回り、もっと回ってやる。カラカラカラいうぐらい。よっしゃ、いきますよ、はい。八尾市にお住まいのラジオネームピンピンさん、51歳男性の方です。いきます、はい。地下鉄は俺が掘る。ふーん、かわいい。そうだぜ。あれ？今ちょっと、すごいやん。いや、すごいよ。いや、すごいですけど。掘るんやろ？掘るんや。すごいやん。近づくと俺が掘ったるんや。そうやん。慌てませんやんか。空回りしてっていうのはちょっと心に残ってもうてるから。まず。すぐタフガイしてもうて。あれ？弱。何が？弱いね。いや、嘘よ。そんなんじゃないよ。ほんまに。ほんまにすごいと。すごいよ。これはすごいと。すごい。タフガイね。俺も掘ってたことあるからね。何掘ってたの？俺、御堂筋線全部掘った。絶対ないでしょ。全部。御堂筋線だけですか？御堂筋線が、月金まで。土日は谷町線。一人で掘ってたから。週7働いてたんで
んですか？違うやつを作ろう思ったんじゃなくて、はい、なんかもう体鍛えるためにバーンってどついとったがたまたま穴になって大阪市が、はい、あここ地下鉄なるんちゃうっていうので通っただけやから、俺の場合はもっと上手やわね。あれ、ヒョードさん生まれる前から地下鉄通ってますよ。俺何歳思ってんの？10万28歳やないの俺今。出たよ。出てきました。堺市堺区におそろいの松方弘樹のトローリング41歳男性ラジオネームさすがすさんです。いきますよ。タクシーは体で止める。あノットダウンライダメなものはダメ。危ない。俺の止め方はね、危ないですよ。危ないことしたいが、俺はもうほんとゆっくりもうあんねん止め方が。どうやって止めるんですか？俺もゆっくり手上げるねん。で心の中でタクシーにって歌いながら止める。心の中で歌うんですか？そうやカラ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 今だいぶ活動がね、あのカジキマグロが今糸持っていっとるからね今カラ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 って歌っとるけど、回っとるけどね、絡まってますよ。これはもうすでに巻き取るから、最後に巻き取れだけの話やんか。あ、そうですか？今はもうどんどん糸出してるからね俺。新しいパターンが来ました。何、どんなパターンよ。ラジオネームウェザー吉田さん41歳男性の方、河内長野市にお住まい。ちょっと長めですよ、はい、行きます。新パターンです。春ののんびりした空を見ていた俺に突然声をかけてきた。その4人組は地球の平和を守る活動をしているそうだ。興味があり俺も入隊した。俺のポジションはイエロー。地球の平和のため戦い充実した日々だったが、波乱の波が近づいていることを俺たちは気づかなかった。レッドの乱心だ。俺に道化を演じさせピンクにセクハラ。折れたピンクは船体を抜けた。身を隠し逃亡する俺たち2人、男女の仲になるのも遅くなかった。あれから何年経っただろう。噂でピンクは結婚して子供もいるそうだ。俺はあれから空ばかり見てる。以上です。乗ってた方が読み方が悪かったかな。いやっていうかね、爪が甘かったね、うん、まず基本的にね、はい、あの4人の色に探されてたでしょこの人、うん、先代僕やからね、イエロー。イエローはねカレー大好き。だから僕が抜けたからその人入った。あ、そうだったの、はい、だからピンク結婚して子供さんいらっしゃるんでしょ、はい、相手のこともちょっと書いてほしかったですね今くよくよするなよと諦めないでって歌ってる方とピンクは結婚したとかちゃうかったっけ。え、ピンクって志保悦子さんちゃうかったっけ。あ、そうなんですか。ちゃうかった。ゴレンジャーのピンクってボインダー、あれボインダーなん、なんですか。キカイダーの、キカイダーか、はい、あれ間違えてたわ全く何もかもあかん、すべてタブライじゃないですね今のか。ビジンダーやん。あ、そうやね、ビジンダーが塩見悦子さんや、はい、ほんで機械であのビジンダーが塩見悦子さんで関西のそれぐらいの子はビジンダーのこと全員ボインダーって覚えてるっていうなんじゃこれこれ放送中に喋る話じゃないかもしれない。無駄じゃないの今日打ち合わせ中に。カラ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 やばい、来週までこの糸は出っ放しになるぞでもちょっと新パターンも来ましたから、うん、まあ、新年度に入りまして、うん、新パターンは、もね、いろんなパターンでどやっとお冬に持ってきてもらえるっていうのもいいんじゃないね、 D 大輝。いやもう本当に今日送ってきてくれた人全員に感謝ですよ、一言。ああ、送ってこいやもうさて時刻は2時まもなく14分になるところです。ここからはチケット評論でございます、うん、今日のゲストはヘビイチゴのお二人です。どうもこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、もうまた来ちゃいました、来ていただきまして、いやいやいや、もうありがとうございます。もう100年物語がね、はい、もう12回ありましたけど、はい、うち4回、そのうち4回ね、はいはい、ラジオの、ね、告知でもたくさんこのラジオに来ていただいたんですけど、いやいや、最後はヘビイチゴに締めくくってもらおうじゃないかということ。いやいや、そんなおすすめ多いですよ、はい、ね、皆さんの意見が一致したということで、ありがとうございますじゃないんですか、謙遜してください、高橋さんみたいに、いやいやいやという、ね、あのさっきからほんまに、はい、あのミニタオルで、はい、あの本当にね、お母さんが、はい、あの本当に運動会見に来たみたいな鼻の下ばっかり拭いてますけど何をなされてるんですか。すいません、もう100年物語があと3日いうことで悲しくてちょっと花粉症になりまして。花粉症かよ。いつからですか。昨日から。昨日遅いわ。ちょっと郷ひろみみたいないい声になってます。いや、栄養に言い過ぎです。いや、高谷さんも思うと思うんですけど、はい、僕も思うんです。宇野さんもひょっとしたもんかもしれないんですけど、はい、花粉症になったのは仕方ないです、はい、鼻が出るのは仕方ない、はい、タオルのセンス、はい、センスね、本当にこれもうほんまどこで売ってんのこれ。もうこんなん持ってるとお前か丸虫商店の東村さんぐらいだよほんまに
それは白がベースですね。これはあの鼻が伝わりやまたラジオ。やりすぎてすいません。ちょっとあの臓器みたいなちょっと濁った感じ。もう人が持ってたら全然おかしくないんですけど。何やおかしいな。おっさんが持ってるから、うん、もっとなんか。なあ、ね、文字のタオルとかそうですよないんですかキャラクターもんとか文字を持ったら鼻がついてるな鼻柄ね鼻がついてるっていろんな鼻になるからね今吹いてるのも鼻やからね本当ですよ、ね、いやー、はい、でも大変ですね急に花粉症はそうですわ花粉の話に行くんですか、ねほんま、この前藤本恵子さんねカンテレのね、はいはい、私今日からもうあれだわ花粉症だわ言ったらただの風邪でしたけどね島川さんもそれもあるからね気をつけてくださいよ、ね、本当に、はい、でも高橋さんもねもう高橋さんは、はい、我こそは〇〇だで一般の方として応募してくれてたらしいんですよほんまですかはいあの、僕は掛布正幸ですって書いて送ったんですけど当選しなかったはいちょっともみ消されました、はい、そのままゴミ箱に入りました名前をちゃんと高橋悟って、ね、書いてなかったでしょ書きましたよ。ネビイチゴネビイチゴって書いてない。書きましたよ。吉本興業のここに来ることなかったですね。いや高橋さんもぜひそこにも出ていただきたいですけど。本当ですね。でもまあでも4回。そうですね。はい、ねいやもうありがたいことですよ。本当にいろんなでもあの言うたら空気感って見れたでしょ。そうですね。お芝居をされているところの、ね、僕の中で言わし勝手なのねあのあれなんですよ。6月公演寛平師匠と一緒の時は、うん、あの。芝居が全てが面白かったという6月は、うんはい、もほんで9月公演はやっぱりねこの兵頭座長の力があって、はいはい、座組もうその組が組っっ、ね、面白すぎましたね、うん、何も舞台も面白いし、うん、終わってから の大宴会も面白かった、うん、で12月公演は僕はあの役どころが坂田師匠の役どころだったので、はいもうその役が楽しすぎたんで、なるほど、だこういい意味で楽しいのが全部来て、3月に何もかもぶつけれると思って、来た役が、はい、最後は、天女という役で、どういうことなんやろ、天女です、見たことあります、天女。見たことがないです。ないでしょ。で見たことはありますけど。そうです。薄い衣羽織って。はい、ね、そうです、ね。天女って普通女性違うんです。女性なんですけど、ねはい、多分、いろんな女優さんとか、はい、女芸人に声かけて、多分みんな断ったから、仕事の都合とかで。で、僕に回ってきたんかなと。高橋がメイクしてね、天女するんですよ。で、僕は一回ゲストで出させてもらったんですけど、うん、あれはつける前ね。図案をね、はいはい、カツラをつける前に。つける前に真っ白い顔を塗るんですけど、あれ何でしたっけ加藤茶。加藤茶さんの。加藤茶さん似てる言われて。そっくりね。で、喋り方もちょっとずつね、あ、加藤茶ですねって言って。言うてもうてるやん。加藤茶ですって言いながらずっと。ずっと楽屋をうろうろしてるっていう。はい、時間がかかるんですよ、メイクしてから、カツラをつけるまでがね。じゃあ白いままでカツラつけてない時間が長いわけ、ね、あのマイクが来てからマイク仕込んでカツラなんで。時間がちょっとかかる。なるほど。それで今回天女の役ですよ、高橋さんはね。はい。それどういう注文がつくんですか、天女の役は演出的には。演出的にはあの所作っていうんですか、その動きが。はい、動きね、細かかったな。内股で歩いたりとか、手をなんかこう、ですかおかま、おかまになったらいかんって言うんですけど、寛平師匠はおかまでいけって言うんですけど、演出家の先生はおかまじゃいかん。とかなん でお姉でもないとか言われてむずいなむずいっすよそうやってガーって役作ってて天女今やっててね、うん、それで島川さん何の役ですか私あのサラリーマンです社員です社員ですでこの前堀内っていう社員で岡村がパッと来て、うん、島川お前この9月12月、うん、この3月衣装全部一緒やって言われてよう考えたら12月は何の役やったんですか12月は、サラリーマンですね。サラリーマン。9月は、サラリーマン。6月は、はい、?6 月は七三の芸人ですけど。全部七三なんや。ずっと七三で。スーツ着て。はい。はい、いや、何なんですか高橋は、その坂田師匠の役やったり。いろんな役ね。昔 の、 あのノック先生の役をね。イサムさんの時の役をさせたりとか。役やってる。僕実際いなかった人ばっかりですからね。鳥って。鳥居さん河合さん言うてもあのほんまの吉本の河合さんではなくて社員の河合さんじゃなくて堀内言うて誰かモデルはない、うん、ない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 
誰でもなく、誰でもなく、ただ普通に架空の社員作られて自分自身はでも西田敏行さんをイメージしてやってるけど、それは別に発表することじゃないと思います。自分自身の中で演技プランとしては、ああ西田敏行さんやな思って。いやでもすごいね、4回出てやっぱり芝居っていう方向、まあ、天然素材でね、昔やってた時芝居やってたから、はい、ね、芝居やってた言うてもほとんどセリフなかったですからね、あそうなんや、セリフのない芝居をずっと、そうか、もちろんヘビチゴ以外は全員セリフあってんだ。どういうことですか。どういうこと、どういうこと、もう一回説明せな。いやいや、再放送で、再放送で、再放送せんで大丈夫です。セリフがなかったんや。なかった、はい、というから人気もなかったってことです。まあ確かにな、まあ確かにな、立ち位置ばっかり怒られとって、で板尾さんが来てフォローで、うん、お前らが笑い取ったらほんまもんやって言われて、え、なんでですか、言ったら、みんなはキャーキャー言われてるから、笑いは嘘の笑いやけど、お前らキャーキャー言われてへんやろ。笑い取ったらほんまもんやって言われて。その時言われて。言われました、舞台出て、チンチン滑りました。ほんまもんじゃなかったよ。そうですよ。鼻が、人気出ずに鼻が出てきました。すいません。面白ないわ、そら。西田敏行さん、プランで。そら人気も出んわよ。こんなキャラクターやねん。なるほど、なるほど。芝居では。芝居はね。はい、でも、役者さん、はい。いろんな方と今ずっとやってて、今回で言うたら、高田二郎先生ですね。松竹を見てましたかね。新喜劇のね、千草さん。うん。とか、やっぱりすごいですね。82歳と81歳なんですけど、すごいですね。持ってるオーラと、オーラと言いますかね、存在感がね、声の大きさ、滑舌の良さ、うん、あとテンポ、うん、動き、でもすごい尊敬して、すごい言うてるけども、ずっとうちの相方はなんか千草さんの真似して笑かってるんですよ。どういうことですか。千草さんがね、はい、高田二郎さん、はい、を一番最初に呼ぶときに、はい、お父さんって言うんですけど、はい、うん、そのシーンを僕ずっと、お父さん、お父さんってずっと物語して、牛丼は波で絶対言わへんやろっていう、お父さん、牛丼は波で、まあ、言わへんやろ、言わんシーンの物まねばっかりして、高田先生は、千草さんはちょっとムッとしたんですけど、うん、高田先生は似てるなって言われて、高田先生っちゃ、そのアカンタレで出てたり、ね、すごいです。松竹新喜劇で藤山神先生と、うん、先生と、もう、ずっと掛け合いしてた、ね。直接お話聞いたら、うん、一度も藤山神先生に怒られたことがないって。へー。で、稽古もほとんど、神先生としたことなくて、うん、もう、君に任せるからって、もうほんまに信頼関係がすごかったらしいですよ、お芝居の方では。はい。すごい。ゲストで行った時に、後ろに先生座ってはって、高田先生が。ほんで、前見ましたよって漫才言われて。はあ、おぉ、すいません、恐縮です、みたいな。だから、ご挨拶遅れまして。だから、誰にでも声かけて、そうですよ。気さくな方ですね。気さくな方ですね。すごい。面白いですね、こうやって写真見るとね。はい。ケロ、江口さんです。江口さん。俺、あれ、ケロ、違いますよ。江口さんです、江口さん。狭間寛平さんは、うん、ガマガエルやっているのと言ってましたけども、こんな顔なりたい、俺、おっさんになったら、めっちゃ素敵な顔やんか。ほんでね、実は今回の芝居でね、うん、一番最後に江口さんが正之助さんの役で、うんうん、言えばこう、まあ、正之助さんがもうお亡くなりになって、うん、天国の階段を登るシーンがあるんですよ。はい、その前に、寛平師匠が、さあ、行こうか、って、こう、肩を組むシーンがあるんですけど、肩を抱いてね。そのシーンを演出家の先生につけて思ったんですけど、寛平師匠は、なんで肩組まなあかんねん。うん、ものすごく怒ってるんですよ。演技プランで、そんな、おかしいやないか、とかいうことかと思ったんですよ。神様が、うん、それとも最後の、天国に肩組む、うん、それはおかしいやないかって、演技プランでずっと怒ってるのかなと思ったら、うん、寛平師匠が、この江口さんの、うん、肩が硬すぎるって言って。肩が硬すぎるって言って。もうパンパンや言うて。それで硬くむ嫌や。いや、それはごつい手回らへん。そんなことなんですか。だから嫌や。完成したは笑いの神様の役なんですよね。笑いの神様の役です。それでなんかもう失礼に当たると硬くむのがと思ったら、うん、違うんですよ。高田さんの肩が硬すぎる。江口さん、肩が硬すぎる。知らんがな。それが嫌や言うて。おもろいな。で、黒田も悪いやつで、なんか、江口さんはスポーツ何やってたんですか、言ったら、キャッチャーって言うて大爆笑しました。普通野球やろって言うて、キャッチャーっていうか、ポジションか言わないって。ポジションは言わないわな。だからスポーツやってたらセッターって言ってるみたいなもん。いやー、でもいい空気ですよね、皆さんがね。そうですね。でまた、うん、渡りがね、フルポンの、うん、渡りが真面目なんですよ、うん、またいい男でね。もともとね、お芝居もね、うん、結構されてたんで。そうなんですよね。菊水丸さんもね、言えば、本当に、うん、
この甲状腺がんが喉のこの本当病気で、言えば本当になんかもう引退するかもっていうところだったらしいね。でその手術してその大成功で声が出たよね。今回が復帰公演で、いや本当にもうでもこれ素晴らしいですよ。で島田珠代さんも出てはったりね、もう皆さんいっぱい出てはりますんで、あとね林明日香ちゃんね、熱愛発覚の明日香ちゃんも、これ今ちょっとピリピリしてるんじゃないですか。いや、そうでもないですね。でも空気はほんまええねんね。いい空気なんですよ。まあ、ほどもね、12月、9月の時にね、経験してもらったと思うんですけど、いや本当になんか、日に追うことにね、ファミリーになってきて、稽古やってる時の、部分稽古やってない人たちが、その、なんていうんですか、お茶飲みながら話してる時に、なんか結束みたいなのが固まっていく空気感がね。でも今回はいつも、まあ、今までは100年の歴史を振り返りましたけど、今回は、前では100年感謝これからもよろしくなんで、これは壮大な内容になってるんですよね。そうですね、もう言うたら天女出てくんねんもん。天女できます。半分普通の人間で半分普通この人間じゃない、人間界にいない人みたいな。人間界にいない人。いや、井口さんは会長。会長ですか。会長。ガマ帰りではない。こんな顔なりたいわ、ほんまに俺将来。ちょっと素敵な笑顔したるわ、こんな顔なってる。いや、でも、で、そうなんで気になって、ぜひ見に行っていただきたいです。だから100年もよろしくということなんで、まあ言ったら、ファンタジーなとこもちょっと入ってる。そうですね。で、まあ、矢野兵道も出てくれたように、特別スペシャルゲストが出てくるとか。ね、それは毎日ゲストが。そうなんです。日帰りゲストが来られて。ゲストが出てきます。で、エンディングにもスペシャルゲストが出ていただけるとかになってますんで。たくさんの芸人さんが出てきますんで。でも、もう本当、ラジオ聞いていただいてる皆さんに感謝ですが、まあ、言うたらもう全部の方に感謝ですけども、もう1年かけてやってきたこの吉本の100年物語にも残すところあと3回ですもんね。そうですね、3回です。金土日で終わっちゃいますね。今日はですね、19時からで。はい。もうこれゲストは言うていいんですね、いいです。途中で出てこられる芝居の中のゲストは。はい、今日は千原誠二さん。あ、兄ちゃんの方は。はい。出ありますので。10月公演でね、頑張ってくれた兄ちゃん。はい、明日も19時から。はい。ゲストが、大輔、宮川大輔、同期でございますね、でそして7日最終ですね、大千秋楽が16時開演でございまして、安代智子と、ね、こう豪華なメンバーでどん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 芝居を盛り上げていきますんでね、ぜひ見に来ていただきたい。いや本当にありがとうございます、ね、何でもあるでもあと3回ですもんね。そうですよ ね、うん、ね寂しいですね、そう考えると ね、 そうなんですよね、マネージャーからふと言われまして、100年物語があったこの年はスケジュールパンパン忙しかったけど、4月からスカスカですよって言われてどうしようかなと思って101年物語またそうです、ね、勝手にやっていいですか。勝手にどこでやっていい、知りません、それは勝手にやっていい、勝手にじゃあ勝手に来てください、ね見つけて勝手に。でもまあ今回の見どころで言うたらお芝居もそうです、笑いの神様のね寛平師匠と、そしてまあ新喜劇のね、玉野さんとかも出てありますが、ヘビイチゴも出てます、黒田も出てます、で重鎮のお二人も出てあります、高田さん、ちぐささん、どんどん変わっていきますからね、まあ、これはひょっとして千秋楽女子プロレスとか始まるかもわかりません。場外なんです、芝居関係ないなんて、まあ本当に何が起こるかわからない楽しいお芝居になっております。見どころは高橋の天女と島川の、花水が細かいな、ぜひ見ていただきたいと思いますんで、あと3日ですけども、また頑張っていただいて、そうですね、本当にもう体調管理をバチッとねえ、終わってからの、先週だけ終わったからの打ち上げの、司会が残ってるんでね、僕ら。それがもう。大役なんです、それが。司会がヘビーイチゴです。こちらはちょっとチケット販売しておりますいや、どこで、打ち上げだけなんか、なんぼかで。行かないです。いやいや、お客様がね。これでも困るでしょ。困るから、さっき言うたから、大丈夫です。まあ、ぜひ皆さん、お芝居の方を見に来ていただきたいと思います。というわけでですね、100年物語3月公演、100年感謝、これからもよろしくということでございますので、問い合わせよろしくお願いします。はい、お問い合わせの番号です。チケットに関するお問い合わせ、チケット吉本お問い合わせ専用ダイヤル 0570-036-912 0570-036-912 番です。10時から7時までとなっております。はい、ちょっといいですか、兵頭さん、兵頭さん、そのチラシのね、江口さんの顔に落書きするのやめてください、それキャッチャーって言ってたんで、お面かぶったらどうなるのかな、江口さん
江口さんのね、ふざけすぎて、すいません、江口さん、ぜひ江口さんの会長役も、もう2ヶ月続けての会長役、そうですね、そうですね、もう本当に、あ、会長ってこんな感じやったなって思うような、うん、江口さんも素晴らしいお芝居もなされるんで、見どころたくさんでございますので、はいはい、もう100年まだ終わってもまたなんか告知とかあったら来てください、ぜひ、もうぜひぜひもうよろしく、はい、お願いします。101年ないから、ないから、完成にやってください。ないです、ね、あそこね、あの、はい、下見たらね、ごっつでかいやつあるわ、たまにサーカスとかする広場ありますから、あ、ね、あ、いいですか、勝手にやってみてください。ありますか、ありますか、皆さんで、ね、皆さんも忙しいなんだ。で、サーカスはまた、あの、電話でモノマネもお願いします。待ってます、はい、はい、ありがとうございます。今日のゲストはヘビイチゴのお二人でした。あなたの結婚式まであと1週間、我が家の秘伝の味を教えるわ。無理よ、1週間で覚えるなんて。簡単よ、塩は甘塩を使うの。甘塩？赤丸マークの？おかげさまで40周年、感謝の気持ちを込めてキャンペーン実施中。秘伝の味は甘塩だけ、あとは愛情よ。瀬野和夫です。メロンパンサンドの季節がやってきました。山崎パン大阪第一工場の二宮です。おすすめはおなじみの粒あん、ホイップクリームとの相性も抜群で美味しさあーっ、やっぱこれやで、ふわふわメロンパンサンド、つぶあん&ホイップ。お化粧直しをすると目尻や口元の小じわが目立ってしまう。年だからと放っておきますか。乾燥による小じわはドモホルンリンクルで早めにケアしましょう。無料お試しセットは0120-444444。最瞬間制約所。新山千春です。月曜夜8時30分放送のみんなの作文では、小学生から高校生の作文を募集し紹介していきます。詳しくは ABC ラジオホームページの番組一覧にあるみんなの作文をクリックしてください。ご応募お待ちしています。我こそは〇〇だ、誰だ誰だ先週好評だった春休みシリーズ、はい、ワコード集まれ、はいはいはい、本日もギリギリ春休みということでワコードが集まっております。あ、いいじゃないですか、行かせていただきますよ、第2弾でございます、うん、今日はまずはですね、この方もお知り合いだったんですかね、誰ですか、サザエさんの花澤さん、あの不動産屋さんのお嬢さんね、今の家決めたの花澤不動産、ね、ほんまですどれぐらいの中の予算、ええー、ところ紹介してもらったわけですね、はいはい、そうなんです、花澤さんがちょっとお電話待ってるわということなんで、はい、はいはい、ちなみに11歳の花澤さん、ね、11歳の花澤さん、ちょうどぴったりくらいだよ、リアルな花澤さん、はい、どんなんやろう、楽しみやな、花澤さん出てくださいよ、春休み中ですよ、難しいね、磯野くん以外喋るって花澤さん、本当だ ね、 そうですね、さあ花澤さんお電話です、はい、もしもし、兵藤さんいいぞって言いかけてから兵藤さんに言ってくれてるなんて可愛らしいやんか、花澤さんですか、そうよ花澤さんは 何をしてたんですか、今さっき寝てたわよ、寝てたの、春休みやからバッいいね、ぐーたらしてますね、花澤さんは今から起きたんでしょ、今から何するんですか、ずっとラジその後からラジオ聞いてたわよ、ラジオ聞いて、ラジオ、このラジオ聞いてくださってたんですよ、今日もう夜ご飯は何時頃食べるの、わからない、わからないお母さん次第っていうことですよね、お父さんはね、はい、うん、好きな食べ物はイクラですよ、イクラ、イクラちゃん、イクラちゃん好き、なんか質問ありますか、はい、皆さん、花澤さん、なんかあの今学校で流行ってるもんとかありますか、花澤さん、学校で流行ってるものって特にない、特にないあるやろ、なんか磯野くんかっこいいわよ、えけど磯野くんかっこいいわよ、磯野くんかっこいい、磯野くんかっこいい、あそこちょっと聞いとかなあかんね、うん、あの磯野くんのことはどうなの、好きなの、はい、うん、そうよはい、わかりました、このちなみに花澤さんは、この花澤さんは、うん、女の子ですか、男の子ですか、男の子よ、男の子なん俺女の子やまって言われてた、ちょっと男の子なんだ、ちょっと忘れようか、花澤さんちょっと忘れようか、うん、普通に喋ってみてくれる、もしもし、もしもし、あれ、これはすごいやんか、でも可愛い声が、声可愛いな、うん、男の子やったんや、もう男の子でいいですけども、そのままで、はいはいはい、いつこのモノマネできるって分かったん、わかる、なんか友達にやってって言われた時にやったらなんとなくできたんや、ちょっと花澤さんに変わってもらおうかな、花澤さん、はい
その速さね。いい、この切り替えが堪能がいい。というわけで、認定。6年生だそうです。あ、ほんなもう小学校で、あ、迎える春休みは最後かな。あ、まだあんのんか。次中学に入るまでの春休みあるもんな。もう残り少ないけど春休み楽しんでね。はい、ありがとう、バイバイ。男の子だったっけ。すごいな、女の子かと思いました。まだ声変わりしてないから、うん、お前は可愛い声しとったな、ね、ね、さあ続いてまいりますよ、うんうん、あ、先週の瀬川英子さん、 B 子さんは傑作でしたねっていうメッセージがありますが、うん、でも私こそが瀬川英子ですっていう、第二挑戦状を叩きつけてきましたね。来ましたね、はい、ちょっと行きましょうか。19歳の瀬川英子さんがいらっしゃるということで、ね、あ、若いですね。若いね、みんなね、はいはい、まだその下にも控えてると。あ、そうなの。つわものが誰かいてはんねん。 いらっしゃるんですね、瀬川さんね。瀬川さん、はい、もしもし、瀬川英子でございます。名乗り出てきたな、よう名乗り出てきたな。面白いな。瀬川さんはあれですか、19歳ですか。はい、そうです。田舎の人やんか、ただの。はい、そうです。日頃は何してあるんですか、瀬川さんは。学校に行ってます。もうこれ辺はもう瀬川英子2ミリもなかったから。いいですね、これ。大学生ですか、瀬川英子さんは。さようでございます。そこはちょっと瀬川さん。彼氏はいるんですか。います。お、いいね。ちなみに彼氏の前でも瀬川英子さんの真似をしたことがあるんですか。ありません。まだ隠してるところなんですね。えりちゃん、何かありますか。瀬川英子さんはお休みの日は何をして遊ぶんですか。家でダラダラしています。家でダラダラしね、今の。かわいい。なんかもう一人控えてはるって聞いてんけど。実はなんか聞くところによると、瀬川英子さんに妹さんがいらっしゃるんですが、はいはい、その妹さんはなんと、ちびまる子ちゃんの中に出てくる藤木くんって、ちょっといじめられキャラの子いますよね。すぐお腹痛なる子ちゃん。そう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 。藤木くん。そうそう、その。瀬川さん。はい。藤木くんいますか。います。ちょっと変わってください。はい、は普通やったんですけど。もしもし、藤木くん。藤木です。藤木くん何歳。13歳です。お、中学生。中学生、ね、中学生ですね、うん、どうする、藤木くん、なんか最近心配事ないの。またお腹とか痛なるよ、心配事あったら。なんかある、心配事。ないです。よかったな、お腹痛なれへん。ないの。藤木くんは、はい、藤木くんは好きな子がいるんですか。実はいません。実はいない。実はいません。おるって言うてたんだな、誰かに。クラブ活動は何かしてるんですか、藤木くんは。コーラス部です。お、いい声や。ちょっと普通の声も聞いてみるね、スペシャルやからね、うん、じゃあちょっと藤木くん元に戻っていただけますか。もしもし、はい、はい、もしもし。全然違うやん。ちゃんと作ってるわけですよ、声ね。すごいな。藤木くんに代わってもらいます、藤木くん。はい。ちょっと瀬川さんにも入りかけてますけど。まあでも可愛いんだね。というわけで認定、ね、今は誰が電話に出てくれてんのかな。藤木です。藤木君、おめでとうございます。瀬川英子さんにも代わってもらっていいですか。はい、もしもし。はい、どうもありがとうございます。瀬川です。ご丁寧。はい、というわけで。ありがとうございます。ありがとう。お友達の証をね、送らせていただきます。はい、今日は2組とも認定ということで、やばいね、子供さんで出てくれたら ね、このやる気を感じるよね。やる気感じる。俊敏さとね、この変わり身がパッと変わるところが、ね、いいですよね、やっぱり、はい、いいですね。おめでとうございます。皆さんもどうぞこの我こそは〇〇だにご応募いただきたいと思います。お待ちしております。兵道大輝のほわっとええ感じ、 1008ABC ラジオあたりがお昼の12時ぐらいから多分ほわっとお届けしてると思うんですよね。それほわっとしすぎでしょ。思い出のヒットパレード。懐かしい
アルバムをめくるたびにふと口ずさんでいるあのメロディー。金曜日の思い出のヒットパレードは小泉えりの妄想リクエストでお楽しみいただきます。イエイ。今週もたくさんのリクエストありがとうございました。イエイイエイ。今日は藤井寺市にお住まいのラジオネームさくらんぼさん、女性の方からいただいたリクエストです。はい、牧原紀之さんのどんな時も、うん、いつも楽しく聴かせていただいています。この曲は悩んだり迷ったりしている時に聴くと自分らしく前に進んでいけばいいんだと思わせてくれ、元気になれます、よろしくお願いします、というメッセージとともにいただきました。それではまずは聴いていただきましょう。牧原紀之でどんな時も。いつもは私が紹介しますが、今日は D 大輝にお願いしたいと思います。まあ、悩んだりしたことがあれば、なんていうんですかね、前へ行かんとしゃらないわけですよ。あることを悩んでもね、悩むのはいいですけども、そういうのはもうみんな心の中には持ってますんで、そんなことを考えず前へ進んでいきましょう。バイバイ。僕の背中は自分が受けしているのはさくらんぼさんからのリクエスト、牧原紀之でどんな時もです。はい、さくらんぼさんいっぱい悩んではったんです。うん、まずはパート先で、もうそう、はい、まあ古株の方、昔からいる方にね、はい、いろいろ小言も言われ、うん、でも接客が好きやからさくらんぼさんはそこで働いてたんですけれども、どんな小言いいよ、ちょっとちゃんとゴミはゴミ箱に捨ててよ。それはあかんやろ、それは捨てなあかんやろ、こことちゃうわ。忙しかったんですよ。なるほど。ちゃんとお客さんのオーダーは確実に聞いてよとかいろいろ言われるんです。でもさくらんぼさん接客が大好きなんです。ああ、お客さんといっぱい喋るのが大好きなんで、はいはい、接客はもう上の人にしてちゃんとしていただいた方が、ああ、でさくらんぼさんはああもう常連のお客さんとただただ喋るだけ、そういうポジションが良かったんですよ。だから D 大輝は、はい、あ、じゃあいつもなら私はここで締めますが、 D 大輝じゃあ一言だけ妄想してもらっていいですか。それで綺麗に終わりたいと思います。はい、ではどうぞ。ですから、そういうことを言われながらでもね、嫌なことがあった時でもどんな時でも前向きで、過ごしていきはったこのさくらんぼさんもこの歌を聴き今に至って、今もそういういい方向にどんな時も進んでいってるんじゃないでしょうか。はい、それはメッセージに書いてありました。書いてないないかおい。ということで今日は牧原紀之さんのどんな時もお届けしました。さくらんぼさんありがとうございました。借金のお悩みは大阪弁護士会の平松郷法律事務所にご相談ください。返したお金が戻ってくるかどうか無料で相談に応じます。借金してから5年以上の人や返して10年経っていない人でしたらお金が戻ってくる可能性が高いです。平松郷法律事務所での過払い金請求は完全成功報酬制、着手金も不要です。2013年1月、 JR 京都駅前に京都事務所オープン。お問い合わせは0120-316-543、 316-543、 債務543、または債務整理平松で検索。隣のプロフェッショナル、今日はマイカー通勤のプロフェッショナル恵子さんです。こんにちは。恵子さん、自慢のマイカー通勤テクといえば駐車場でのメイクです。バ
ック未来が役立つんです。さすが。ところで自動車保険はもちろん。え、保険？もちろんチューリッヒですよね。チューリッヒはマイカー通勤でも通販型で保険料がお得。さあ恵子さん、まだチューリッヒに入っていない人に一言。恵子さんでした。さあ、あなたも無料見積もりはお電話で。フリーダイヤル0120-733-317 733-317。ハロー、チューリッヒ。ここで柴田理恵さんのテレビ CM でおなじみのあずさ法務事務所からのお知らせです。過払い金請求、借金問題でお悩みの方は、大阪の難波、梅田、京橋に事務所があるあずさ法務事務所にご相談ください。女性の司法書士が親切に対応しますので、女性も相談しやすいですよ。消費者金融やクレジット会社での借金を返済中、または返済が終わっていても払いすぎた利息を取り戻せる可能性があります。借り入れの契約書などがなくても大丈夫。過払い金のあるなしを調べて詳しくご説明します。ただし請求には期限があるので、まずはお早めにご相談ください。また現在も返済中の方で、月々の返済が苦しいとか元金が減らないなどとお悩みの方は、毎月の返済額を見直し、利息を減らすなどの解決策を提案します。調査料、相談料、着手金は不要です。あずさ法務事務所の難波事務所は、難波駅すぐの御堂筋グランドビル15階、梅田事務所は大阪駅前第3ビル31階、京橋事務所は京橋駅すぐ昭和京橋第3ビル7階とアクセスも抜群です。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-111-023 0120-111-023 まで。土曜日曜祝日も営業し、出張相談も近畿1円交通費無料です。兵頭大輝のほわっとええ感じ、 1008ABC ラジオがお届けしています。あなたのほわっとしたお便りお待ちしています。例えばこうね、ほわっというか、ほわわわんというか、なんて言うんでしょう。とにかくお待ちしています。昭和産業がお送りする ABC 天気予報です。気象予報士の吉田雄一さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。あったかいですね。もうあったかいというか、もう暑いぐらいだと。そうか、ぐんぐん気温上がってますもんね。上がっております、うん、大阪の現在の最高気温は 25.1 度となっておりまして、25度いったんだ。夏日ですね、うん、はい、各地とも初夏の陽気となっております、はい、京都や豊岡でも25度を超えているとなっておりますね。豊岡では 27.6 度まで気温が上がっております。もう半袖でもいいぐらい、それぐらいのもう暑さとなっております。そして彦根からは桜満開の便りも届きまして、うん、これで近畿全部満開の便りも届いた、全部揃ったということになりますね、はい。そしてこの後も近畿地方全般に晴れの天気続く見込みです、うん、もう夜桜見物には最高の夜となりそうですね。いいですね、はい、うん、夜の9時でも大阪の気温18度ぐらいありそう。もうだからね、普通 ね、大体もうこの時期で花冷えとか多いんですけども、夜桜見物今夜は暖かくて過ごせそうです、うん、いいですね、はい、しかし明日です、日本海に低気圧台風並みに発達して近づくということになります、はい、このため明日は近畿地方春の嵐となってしまいそうですね、近畿地方の南部ではもう朝から雨となります。一方近畿北部や中部でも大体お昼前から雨で、その後はもうザーザー降りとなってしまう見込みです。で雨風のピークですけども夕方ぐらいとなりそうで、雷を伴って、まあ、土砂降り、横殴りの土砂降りとなってしまう見込みです、最大瞬間風速大体、まあ、強いところ35メートル、まあ、最大風速とも20メートルほどが予想されますので、まあ、交通機関の乱れる恐れがあります。特に、まあ、関空連絡橋あたりは止まってしまう恐れがありますね。また在来線やまた高速道路も速度規制が起こる可能性もありますので、ちょっと時間に、まあ、ゆとり、まあ、明日お出かけなるべくしない方がいいんですけどね、まあ、出かける方はゆとりを持ってお出かけください。そしてやっぱり歩いてるのも危ないです、うん、やっぱり、まあ、もうちょっとね歩きにくいぐらいの風が吹きますし、もしかすると看板など飛ばせる恐れもあります。またね、木とかの小枝とか折れてまたそれも飛んでくる恐れもあります。だから、まあ、明日はまだ
外出の方はあまりお勧めしないとなりそうですね。で今日のうちにまたベランダなど の植木鉢なども片付けてくださいね。そうですね、はい、この辺りもだから台風がちょっと来るもんやと思ってもう対策しているのがいいかと思います。雨も強くて、まあ、道路冠水するそういった恐れもありますからね、車の運転も要注意です。また海上も大しけになります。今ね潮干狩りの季節になってきてますけども、明日はもう海には近づかないと、はい、もういいかと思います。で明日の気温ですけども、明日朝の最低気温は13度、最高気温20度ということで、この風はかなりぬるい風となりそうですね。そして明後日になりますと強い雨のピークは超えるものの、明後日も近畿中部では朝のうちまでは雨が降りやすく、北部の方ではまあ、日中いっぱいまあ雨が降ったりやんだりすることになりそうですね。ただ明後日いっぱいは風が強い状態続く見込みです、はい。特にまあ大阪でも明後日のがもう逆に強いかもしれませんので、明後日いっぱい警戒が必要です。じゃあもうお花桜はもう今日が見納めぐらいの今夜の桜が見ます。これが最後ですね。はい、どうもありがとうございました。気象予報士の吉田雄一さんでした。レンジでチンして豚こまとんかつ。豚こま肉に商品をまぶしてチンするだけ。油で揚げずにサクッとジューシー。出来たてのとんかつをご家庭で。レンジでチンして豚こまとんかつ。こんなうまい話があるんです。昭和産業がお送りした ABC 天気予報でした。さあそれでは先週の合言葉のご当選者の発表を参ります。先週の合言葉は占いでした、はい、ご当選は芦屋市にお住まいの大橋真紀恵さん、熊本県産の小玉スイカプレゼントいたします。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ今週の合言葉書いていただきますと、お一人の方に熊本県産の小玉スイカをプレゼントいたします。兵藤さん、今日の合言葉お願いします。カルビのクッパでちょっとね、分かりにくいですかね、はい、ちょっと長いですよ、いつもよりね。カルビのクッパ、はい、カルビのクッパとお書きいただきまして、郵便番号 530-8002、うん、530-8002 ABC ラジオフォアという漢字の係までお送りください、うん、メールのアドレスはhyo@abc1008.comhyo@abc1008.com でお待ちしております。イラッとええ感じ、それから思い出のヒットパレード、うん、どこやろ ABC、 我こそまるまるだ、自慢のモノマネもお待ちしております。はい、はい、さあ、なんか指示があんのかな思って、3人で今沢くんの方見たら両手手のひら前にしてどうぞって言われて、お好きに楽しくみたいなねフリートークで、ね、いつもここにこうちょっとメッセージが ね、はい、入ってきたり。そんな時間もなかったから分からない。そうですね。花見行きました、はい、皆さんは。チラッと行きました、近所ね、近所。うん、夜桜見ました。絶対嘘やん。なんで嘘です。エリちゃん嘘やんか。嘘じゃないですよ、花見団子まで食べましたよ。どこの夜桜見たの。いろいろ行きましたけど、いろいろ行きました。やっぱ京都がいいですね。なるほどね、はい、今日は宇野ひろみやこれぞ本物という瀬川栄子さんのものまでお別れのご挨拶です。よっ、あと10秒。瀬川栄子でございます。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございますまた来週も聞いてくださいませね。